皆さんこんにちは、トコボットです。今日はこのダイニングテーブルの再塗装のやり方を皆さんに共有していきたいと思います。では早速始めましょう。まずは室内でばらした机を外に運び出す作業から始めました。庭に馬を立てて、その上に机の天板を乗せます。さて、じゃあペーパーをつけていきましょうかね。で、うちにあるサンダー用で一番粗いのが180なんで、180を使っていきます。で、その後、まあ、240、320と上げていきたいと思います。で、当然手でやるところも出てくるので、それはこのいつもの、富士スターっていうんですかね、ここのやつを使っていきたいと思います。これ本当に手頃なサイズで、こうやってマジックテープに貼れてグッと切れます。早速始めましょう。それでは始めていきます。ちょっと声が届かないかもしれないです。始まればひたすら削るのみです。最初のうちは塗装があるのでちょっと削れにくいかもしれませんが、頑張ってやっていくしかありません。周りに粉が非常に舞っていますね。で、時々こう目詰まりを起こすので、消しゴムでペーパーを削ってやるとまた切れ味が復活してきます。参考にしてください。180番のペーパー2枚持っていたんですが、なかなか手ごわく2枚を使い切ってしまいました。ということで近くのホームセンターに買い出しに行ってきます。さあ、もう一度始めましょう。 125mm の120番を買ってきました。ちょっと研磨力がなかったのと、180番がなくなってしまったので、まさかの在庫切れになっちゃったんで、120番で行ってみたいと思います。180番に比べて120番非常に研磨力が高いので、最初から120番でやることをお勧めします。ただ180番でやり始めてもできないことはありません。ですが120番から180番に移行した方が結果的には時間の節約になると思います。180番をかけ終わって、120番に一旦落として塗装を全部取りました。どうでしょうか。で、この時点で取れてない、こういう細かい傷、なんか深い傷ですねについては、後の番手の、要は細かい番手で仕上げて、取れるものではないので、この時点で取れてない傷はこの後も絶対取れないです。なので、どこでこの段階で完璧に仕上げておく、もしくはまあ許容できる範囲内にしておくっていうことが大事です。それでは次の工程に行きましょう。の前に角をやってなかったですね。他の動画でもいつも言ってますが、こういう角は、パワーツールを使うと一瞬でなくなるんで、平面だけは、パワーツール、電動工具で仕上げて、こういうところは手でやることをお勧めします。仮に電動工具をこういうところにガーンと当ててしまうと、そこだけ平面になりますし、角に当てても同じことです。ここだけに跡が残ってしまいます。ここはゆっくりと手でやるのがいいですし、こういう曲面やこういう、
R のところですね、こういうところっていうのは平面と当たると線とか点で当たるのでかなり強く当たるんですね。なので、電動工具で取ると一気に取れてしまう。裏を返すと手のこういうペーパーでもこうきつく当たるので意外と簡単に取れるんです。ちょっと見ててください。マスクをします。マスクをするのでちょっと聞き取りにくいかもしれないですけど、やってみます。もうここの角は塗装が完全にないです。でここは当てるのが難しいのでちょっと円を描きながら、分かりますかね、これぐらいの時間で結構簡単に取れてしまうんですね。なのでこのまま手でやってみます。さあ次は240番に移ります。240番、320やっていきます。ペーパーを変えます。320はそもそもこの机が仕上がっているものなので、儀式みたいなもんです。これ大丈夫です。これ手に持ってるのは400ワットですね。軽く感触を確認するレベルで十分です。これで研磨は終わりにしましょう。いい感じですね。ちゃんと写真に写ってるかな。撫でるだけでもうツルツルスベスベです。やっぱりランダムアクションサンダー、サンダーポリッシャーとかだとどうしてもこう目があんまり綺麗にこう払いのけれないんでゴミが残りやすいです。なのでこうやって最後手で払ってあげるのが大事かと思います。さあどうでしょう、見えてますか。あまりにも天日が強すぎてピントがわからないですが、こんな感じで仕上がってきました。こんな感じです。いい感じですね。では塗装前の準備に入ります。ここから一番問題になってくるのがこの上のゴミだとか塵です。なのでできるだけ綺麗にしていきます。ブラシでこのクズとかをしっかり
洗っておきます。掃除機をかけれるのが一番ベストです。めんどくさいんでやりません。裏側も多少やっておきます。多分いつまでたってもゴミがありますね。このブラシからもゴミも出るし、ここはある程度は致し方ないところです。なのでゴミを発見したら工程のその都度で取っていくっていうことが大事です。この段階で塗装やる人は分かると思うんですけど、ほとんど8割型9割型下手したら9割5分ぐらいの出来栄えが決まっています。下地がうまくできてない状態でいくら上塗りを頑張っても結果はうまくいきません。マスクがだんだんしんどいですが、この粉を吸うと本当に夜しんどいんで、皆さんマスクは必須ですよ。舐めてサージカルマスクとか布マスクでサンディングしたらゲホゲホになっちゃいます。特に今回のようなサンディングで塗装を剥がすっていうのは、最初の粉はプラスチックなんで、体の中にプラスチックの粉を大量に吸って調子が悪くなるのは当然です。よし、家に塗装が飛び散ってしまわないようにビニールで養生していきます。さあ、だいたい養生が終わったので脱脂を最後にしときたいと思います。これはオイル塗装の時にはやらないんですけど、今回ウレタン塗装なので、ペイン上スメ液でちょっと脱脂しときます。さっと軽くでいいと思いますけど、こんだけ汚れてます。まあ脱脂もそうですけど、どっちかっていうと木くずを取る、拭き取るっていう意味合いの方がもしかしたら強いかもしれないです。でも思ったより色が出そうで安心しました。今日はこのウレタンクリア車用ですね、これを使っていきます。さて始めていきましょう。始めるときはマスク、ゴーグル、まあ頭多分かかっちゃうと思うんで、まあ帽子ぐらいかぶっておきましょう。早速始めます。緊張の一瞬、どうなるでしょう。このテーブルの上で動きを止めてはいけません。
めちゃくちゃ臭いです。やべえぐらいですね。こう出てください。ここから始めて、これすればムラが出ません。まあ間隔は2、30センチ離す。まあ説明書通りです。めちゃくちゃに臭いです。まあ、当たり前ですけど、一気に塗らないのがコツです。今はかなりムラがあります。でもウレタン塗装はここからガシガシ重ね塗りできるんで、ちょっとこれで放置しましょう。若干早いですが再開します。ウレタン塗装は、完全に乾ききる前に次を塗っていくというスタイルになります。なので説明書にも重ね塗るときは10分ほど空けてくださいということです。で、触りたくてしょうがないと思いますが、絶対に触らない。当たり前ですけど。で、最初の拭きが、ムラがすごいあっても、全然大丈夫です。最初に少しずつ、薄く塗れば塗るほど、綺麗に仕上がります。なので、最初はムラがあっても、薄い状態で、硬化させて、また薄い状態で硬化させるというのを繰り返すと、今なんかおかしかった。綺麗な仕上がりになります。で、薄くなんであんまり離すと今度は空気中に待ってる間にこう固まってしまってあんまりうまくいかないんで、最高。仕上がり最高ですね。ビニールが飛んでる。セーフ。なんで説明書に書かれた通り、2、30センチ離して拭く。これを繰り返します。まだ全然最初なんで垂れる感じもありません。いい感じですね。新品に戻ってきた。よし、10分待ちます。3回目の塗装を始めていきます。最初はやるときにこう出方をこう確かめてからやるといいです。さあ、じゃあ4回目の塗装始めていきますが、取れた。ちょうどいてよかった。危ねえ。じゃあ始めていきます。やっぱ新品はいいですね。
もう次の塗装をやっていきます。最高。この後は最後の2回の塗装になるんですが、艶消しを吹いていこうと思います。はい、これも2液混合型の車用のやつですね。これを吹いていきたいと思います。吹き方が全然違う。戸惑うな。これはすごい霧が細かいというか、まずノズルが全然違いますね。これはちょっとでも寝かすとダメな感じのやつですね。これ難しいかも。ただもうやるしかないです。風も強いし。どんどんやっていきましょう。こうやってみるとかなりゴミ多いですね。やっぱり風が強い日にやるんじゃなかったな。完全艶消しですね。どこで垂れるのかが全然わからない。よし、これであと20分待ったらもう1回で終わりです。あ、よし。さて、じゃあ最後を始めましょうか。ラスト始めていきます。ただちょっとあまりにもざらつきがひどいんで、ちょっとペーパー当てますか。ゴミだ。どうしても野外でやるとこうなりますね。じゃあもうあと10分待って、もう少し硬化したところで、初期硬化が来たところで研磨して、最後にもう一回吹いて終わりにしましょうか。さあ、ちょっとゴミが多かったのでゴミを除去していきたいと思います。で、空研ぎを最初考えたんですけど、ちょっとなかなか難しそうなんで、水研ぎで600番の耐水ペーパーでいきたいと思います。こう濡らしてガーッと撫でるように。ウレタン塗装でもこれ2液製な、2液混合型だと乾くというよりは、これ分かりますかね、このゴミ。GoPro 見えるかな？すごい。こんなに？こんなに？
本当かな、信じられないゴミの量。乾くというよりも、液で硬化するので、こうやって初期硬化30分と書いてあったら、まあ、ちょっと自己責任ですけど、私はいつもこうやって取れちゃったりしてますね。めちゃくちゃゴミがある。見えますかね、これ。すっごいゴミです。これ一体何なんでしょう、何がこんなに取れているのか。しかし出来はいいですね。ムラ等は一切ありませんし、めちゃめちゃ弾いてますね。最高の出来栄えです。もしかしたら元の塗装よりもいいかもしれないですね。タオルで拭いていきます。まあ可能な限りこう一方方向に拭いた方が汚れが、カスがあっちゃこっちゃいかないんで、ちょっとそうしてみましょうか。うわすごい、なんだこれ。水分を拭き終わったので最後の塗装を始めていきます。あれだけもうちょっとだけ欲張って取りやすいんで、明日の朝水飛びして終わりにします。完成です。おはようございます。次の日の朝になりました。ここがもうしっかり硬化して乾いたので、多少やっぱり一回研いだことででかいざらつきっていうのはなくなってるんですけど、まあ、もう一回塗装したんで、また多少でかいざらつきがあるので、それを水研ぎしていきたいと思います。で、使うのはこのサンドペーパー、600番のものと、まあ、スプレーの水ですね、まあ、これを使って研いでいきたいと思います。でやり方は多少こう霧の状の水をかけて優しくもうこする、まあ、ほぼ撫でるだけですね。で十分です。あんまりガリガリやっちゃうと今度は艶が出ますし、やっぱり一回研いであるんでほとんどでかいざらつきが、まあそれでもやっぱ多少ありますね。にしてもほとんどないんで、さっと研いで終わりにしたいと思います。面を終わりました。でいつもうるさく言ってる通り、ここですね。
角をやるときはここに600番といえどもペーパーをこうやって当ててしまうと結構なダメージがあります。なのでもう本当にやるときはこういう角はやらない方がいいと思います。もうやるならこうフェザータッチ、もう本当に優しく撫でるだけ、これで十分です。間違ってもこれゴシゴシしたりしちゃいけないです。取り返しのつかないことになります。じゃあこの白っぽく粉が吹いてしまったのでこれを除去して終わりにしたいと思います。もう最初にあったデカめの塗装のまあ剥がれというかそういうのは一切気にならなくなりましたね。まあまたこれでどこか気になるスポットがあったら水研ぎは本当にいつでもできるんでそこだけちょっとやれば OK です。完成です。見てください、このビフォーアフター。皆さんどう思いますか？自分で塗装すると愛着も湧きます。今回使った材料はたった1万円程度のものです。剥がれていた塗装も見事この通りです。我が家の机はダイニングテーブル10年使っていますが、子供たちに傷つけられたりしてこのようになっていましたが、今回の再塗装で見事に復活しました。これから先10年20年とまだまだ使っていけそうです。皆さんも試してみてはいかがでしょうか。木目もとても綺麗に見えるようになりましたね。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。まだちょっと今組み立ててない絵の前ですけど、ハケを使わないでスプレーだけでやりきるっていうのは参考になったんじゃないかなというふうに思います。この動画がいいと思った方はいいね、それからチャンネル登録を忘れないようによろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。